じゃんか。よし。今日も勝ってるぜ。なんか地味に二日酔いだな。なんか今日気温低いな。コンビニ行ったけど、コンビニ行くときもなんかそんな暑くなかったしな。広島な、最下位になっちゃったな。でもそんなにだって1位から6位までそんなに離れてねえだろ、ゲーム差は。これもうね、最初に巨人が走っちゃったからね、しゃあねえや。よし、なんかないや、このなんかこれうまい調節のしかあったらいいかな。つけてよ、寒いし、いやあ、暑いしよ。はい、いらっしゃい、アキ。なぜですかって言ってもよ、マーティンよ。俺、広島のゲーム見てねえからわかんねえ。鈴木誠也が調子が出てねえの、わかんないけど。広島監督変わったの？去年と今年で。そうだっけ？それさえも知らねえよ。
尾形から青尾形のまんまじゃねえんだ、笹岡になった。また笹岡なんかにしちゃったの、なんか監督の器っぽくねえけどな。そう、まあね、今聞いたけど、ん？監督のレベルじゃねえべ、みたいな。レベルっていうか、まあ、尾形もそうなんだけどよ。もっと監督やれそうなの理想なんだけどな。広島だったら。ねえ、OB でな。ああ、これはセーフだ。今でしょうがねえ、もう。パスカルス、こんばんは。ありゃ、もうしゃあねえよ。もう、父のブランドじゃもうしょうがねえ、あれ。前田王の黒だ。ああ、黒だね。どうだろうね。立川の監督も見てみたい。ダメだよ、コントになっちゃうから。ああ。笑っちゃうだよ。ダメだよ、笑っちゃうから。ああ、親父、一歩打たれちゃったけどな、ビシエドに。でもあれもう打たれてしょうがねえよ、いいコースに投げてんだけどな、投げたんだけど、あら、バッターの方が1枚も2枚も上手だわ。ヤギさん今日はいいよ。内野ゴロ多いもん、今日。外野に打たれたのって、そのホームランと、あと、ホームランしかねえだろ。あとは、レフトのハーフライナーっぽいの以外は全部、ゴロじゃねえ。のんきに配信してるわ。何が何がのんきになの。野球見ながら放送してんだけど。ダメですか。いや、今の取ってやれよ。あれか、佐野さんはかやこって人知ってる？どこのかやこですか。知りません。ストカリトというか、どこのかやこですか。知らないよな。あーっと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 、あぶね、気をつけるよ。Thank you.
でもあれだな、甲子園5000人しか入れてないけどよ、内野あれだな、座りやすく、ていいな、こんぐらいだ、と。満員だとよ、内野スタンドとかよ、もう超攻めんだもん。荷物とかよ、置きっぱもねえしよ。飲み物も置くとこもねえだろ。SMBC だったらあのカップホルダーがついてるからいいけどよ。背もたれもねえしな。あんたたち行くわよ、ケピ。畑いらっしゃい。と花火決まった。あざーす。続々と年金未納者の口座差し押さえされてるけど、佐野さんは大丈夫なの？何が年金未納者のって、係長バーの決まった、あらーす。ああ、さっきね、さっきっていうか午後ね、うん、どうもどうもありがとうございます。七色が年金未納で口座差し押さえ、あらま、払えばいいだけの話じゃねえの。督促来てたのにほっといたんじゃねえの。年金ってどっちの、あの保険料の方かよ、あの国民年金かよ、どっちよ。
名古屋の親父区役所でナマコの担当職員が続けて襲われるって誰から襲われたのよ。襲ったってナマコの職員なんか金持ってねえべよ。本当の話はググって一番上の何をググんだよ。いいよ俺のことじゃねえから七色だろう。だって俺関係ねえもん七色なんか、この前刺されて、ああそう、それあれじゃねえか、あのナマコ受給してたやつもあれじゃねえの、そのそこのあの担当のやつかなんかわかんねえけど、あいよこんにちは、いらっしゃい、打ち切りかなんかしたんじゃねえの、揉めたんじゃねえの、その個人間で担当とで、逆恨みじゃねえの。なんかなきゃそんなのやんねえべよ。おお。もうほら、だって。もらう方もほら、それもらえなかったら食ってけねえからよ、もうやけくそになっちゃうじゃんかよ。なあサビジョコいらっしゃい、コロナ、ああコロナね、あれ不思議だよな、なんかやどうしても GoTo キャンペーンやりてえんだな。マジで。どうしてもやりてえんだよ。なあ、東京だけ除外だってよ。それでもやるんだってよ。しいらね、俺。恐怖の4連休が来て、8月になったら、おい、いいバッティングだよ。あんないよ、あの4連休のその後が怖いよな。東京はもう300だろ、約。いや、なんか大阪もやっぱり増えてるよ、60何人だもん。でも、いや、俺思った、大阪もよくニュースに、道頓堀とかよ、あの、撮影っていうか、映ってってるよ、あの、マスクしてねえやついるよ。多い。会社あ、なんなのあの、俺さ、あの GoTo キャンペーンってさ、経産省とかじゃないの、なんであの国交大臣が出てくんの、あれ国交省の利権食ってんのかね。
光大臣ちょいちょい出てくるよな。二階の利権です。あ、だから二階さんがなんか、やったらやりたかったんだろう。ちょっとこれタオル濡らしてくるわ。そろそろ政治家引退だから、ねえ、GoTo キャンペーンで大阪に行くことに決めたよ。大阪に？大阪やめた方がいいよ。俺でさえも表にうろうろ出ねえようにしてんだから。危ねえで。あれさ、GoTo キャンペーンってさ、金が割引かれるんだろう。だけどあれ、後払いなんだろう。後払いっていうか、後から割引かれるだけなんだろう。普通に払って後からその割引分が入ってくるんだろう。違ったっけ。そうだよな。なんか旅行契約して払う時に半額ですってなるわけじゃないだろう。払うのは正規の料金払って、あと国から旅行代金の割引運が振り込まれるっていう、また例の銀行振り込みパターンだろう。な。うん。セーフ。よし。元の値段が、価格が、ああ、その可能性は俺も、たぬき16号、俺も思う。うん、見越してな。うん。なきにしもあらずだな。JTB のホームページでは GoTo を大絶賛中です。そりゃそうだろうよ。うん。そりゃそうだよ。やんなきゃしょうがないな、おめえ。うん。いや、俺ね、多分ね、格安系のチケットはね、多分、GoTo キャンペーンの対象外なんじゃねえの。だってそうなっちゃったらもろくさ安いでだって。うん。なあ。どうもいらっしゃい。とんてよ。格安で泊まるところがさらにそれからまたかよみたいなよ。だから身分証明出さなきゃダメなんだろ。
上限2万円だからもうその2万円なんだろうマックスだから4万円のところをまでしか意味がないんだろう一人当たり泊まるにしたってってことだろその2万円がもらいたかったらそうじゃないのそういうことだよな2万円のところに泊まってタダになるわけじゃねえもんなのリッツカールトンよりもリーガロイヤルの方が飯がうまい うまいねいやー俺リーガロイヤルは行ったことないリッツカールトン行ったことあるけど俺は大阪のリッツはスイート泊まったことあるぜスイあ、そうか。あ、なんか言ってたよな。日帰りも対象内なんだよな。なんだろうね。バス関係かな。バスツアーとかかな。日帰りバスツアー。ほら、今あんじゃんかい。今っていうか前からあるけど、日帰りバスツアーとかであんじゃんよ。ああいうのじゃねえの。うん。多分それだと思うよ。うん。うん。だってあれもほら JTB とかああいうとこはやってんじゃん。俺んとこの、あの、そこのナンバーからも出てるもん。あの、よくあの、城崎とかあっちの方まで。あの、温泉行ってカニ食って帰ってくるとかいうやつ。まあ今カニの時期じゃねえからあれだけど。転売チケット転売いやだから買うときに安くなってないんだってだから多分買うときは安くならないんだよあの正規で買って後で国からその半額分だけバックが来るんだろそうだろうじゃないとこれは転売ヤーが出ちゃうから。だから契約はもう正規の料金。だから旅館に支払うにしたって何にしたってそれは普通に料金払うわけ。うん。ツアーバスでもよ、ツアーバスとかよ、もう逆に言えばよ、コロナとかよ、ツアーバスやばくねえかなあ。で、しかもよ、ツアーバスとかよ、あの、意外とよ、若いのあんまり乗らねえから、あの、そういうの。日帰り温泉ツアーとかよ。年寄り好きだろ、あれ。危ねえって、あれよ。おう。おじちゃん、おばちゃん好きなんだ、あれよ。おう。ほとんどそうだから。でも、行くにしたってよ、
2万円国からもらえるから行くかって、じゃあ行ってみようかって思うか、それがなくても行くかっていう人は行くと思うよ、これは。旅行に。静かだねって。いや、今野球見てんだよ、俺。行くやったら行くよ。もうその、だってよ、考えてみ。あ、神どうも。なんか考えてみ。東京都はじゃあよ、GoTo 関係ねえっつったってよ。所得だってよ、なんだってよ。東京都民はよ、所得はよ、他府県に比べりゃよ、所得レベルが高えんだから、じゃあ関係ねえよ、つって、知ったこっちゃねえや、つってよ。旅行だってなんだってよ、ふざけやがってよ、つって、ブンブン行っちゃう可能性もあるで。いや、年寄りは対象外じゃねえだろ。16号。年寄りは対象外じゃないで。年齢に上限はないでよ。それはさすがにねえだろ。ていうかさ、今日さ、俺笑っちゃったのさ。東京のさ、GoTo キャンペーンあるからっつってさ、シャナドゥありがとうバード、決まった、あざーす。東京のよ、GoTo キャンペーンのよ、除外になってさ、国交大臣さ、会見出てきて何つったかっつったらよ。ってことは、大臣、ちょっといいですかっつって。GoTo キャンペーンで、事前に旅行都民が予約してたの、GoTo キャンペーンじゃなくなったからってキャンセルした場合のキャンセル料はどうするんですか。それは、当事者間で、話し合っていただきたいだって。もう仕方だってよ。もう黙んねえよな。なあ、こんなギリギリになってからよ。そちらさんは知りませんだってよ。あっちゃあな。マジでよ。いでスレっつうか、もうさ、完全によ、もう、なんか、もう暴走列車になってんな。ディズニーホテルとか？あ、でもさ、おう、おっしゃー！追加点だよ。GoTo キャンペーン誰が言い出したのやろ。さあ、誰だろうね。わかんねえけど。若者と年寄りも対象外だそうです。え、それいつ発表されたの？俺見てねえのかな、それ。ニュース聞いてねえのかな。またかよ。発表された、それ。手落ち先生。
団体ツアーは対象はいい。いや、一応いくらなんでも年寄りとよ、おめえ若者対象外って言ったら、GoTo キャンペーンの意味がねえじゃねえかよ。修学旅行がなしになったの？ああ、団体旅行のね、若者と年寄りのね。ああ、そういうことね。まあ、俺のところはガセネタ言ったっていいよ。俺、そんな旅行行くような人じゃないから。おはようございます。松茸いらっしゃい。俺今年、あれだな。今年は海は白浜でも行こうかな。和歌山の。白浜行くとよ。ナンバーから。いや。おう。はい。はい。はい。ちょっと待っててね。今。出前が届いたから。いくらになる？185円ね。
ごめんね。よっこらせ。なんでこれ海だけここの別注なんだよ。別皿なんだよ。手前、寿司。おいよ、カレー南蛮丼じゃんみたいな。寿司。寿司と、あと、マグロ丼。いや、見せて、見たって別にどうってことね。結局醤油で、ああ、なるほど、なるほど。レディースは俺の電話にかけてくるわけねえじゃん。銀皿じゃないよ今日は。違うところで頼んでみた。今日は。今日はこっちは買い盛り。あと巻物頼んだからさ。赤貝、鳥貝、粒貝、ホタテ、ウニ。あと、ネギトロ巻きを、冷蔵庫にそれは入ってる。朝食ね、いや、まだあるんだよ、他にも。いや、グルメでもねえだろ、別に。あれ、もうピッチャー、青柳降りたの？何回だよ、今。ん？本当はよ、寿司屋のよ、ああいうの出前とか取るじゃん、OK のさ、普通のなんとかっていうスタンダードなやつを頼めばさ、安いんだけどさ、安く上がるんだけど、あれいらねえの入ってんじゃん。いや、カツカレーうどん頼んでねえから。うん。
あ、もう8回まで行ってんだ。いやー、まだ3点差だからな。大事ですかね。この回抑えてくれよ、ちゃんとよ。ビビッとよ。これとあと太巻きのネギトロ巻きと、あと大トロのマグロ丼で5,120円。だからそこまで高くねえと思うけどな。ダメ？いやあ、打たれたよ。だよな。いいだよ、まあ、これでおめえよ、女なって寄ってっけどよ、ホームラン1本で同点だぜ、おめえ。なあ、味はどうですか？俺はもっとシャリに酢が効いてる方が好きだな。うん。プレー取れればいいけどね。浮きは今日松屋。ああ。俺はね、一番が何かはその時にもよるけどね、俺意外と赤貝の紐が好きなの。うん。大阪53人、昨日が60何人だったんじゃねえか。うん。うん。あ、本ミル貝はね、高いからね。置いてないよ。あの、出前で来るような寿司屋には。俺が行くような、行くとこだと、置いてあるところは置いてあるけど。うん。だって、値段で言ったら、アワビと同じぐらいの値段取るからね。寿司屋は本見る貝だ。お、よしよし。寿司村。直ネタが怖い。ああ。ガリチュー、美味しかった。ああ。意外とね、口直しに飲むとさっぱりすんで。
夏に。直ネタが怖い。だそのネタに値段が書いてねえやつだろ。まあ、大体よ、あれもうそんなの空気でわかるべよ。やばそうな、ここの寿司はやばそうだなと思ったらよ。回転寿司とか行かないよ俺。美味しいらしいけどね。でもさ、今さ、回転寿司ってさ、回ってるの食わないだろ、みんな。注文だろ、ほとんど。なあ。そうだよな。よっしゃー、打ち取った。オッケー、8回。だってあの機械自体がもう止まってんだろ。回ってるのはサンプルだと思ってます。ああ。まあコロナ対策なんか分かんねえけどね。俺は行ってないから、ここ、俺行くところ一軒しかないよ。その、回転寿司っても、あのよ、南によ、南っていうか俺の店からさ、ちょっと行ったところにさ、栄寿司ってあんだよ。そこは結構まともよ。そこか、俺もめんどくせえとあの、あそこ。あの、銀座寿司行っちゃう。うちの店の斜め前。あれで使ってたとこよ。萬田銀次郎が撮影で使ってたところ、寿司屋。なにわ金融道かなんかの。その寿司屋があるんだよ。あ、市場寿司は行かない。あれだろ、市場寿司ってなんかあの変なことやったとこだろ、あれ。なんか従業員が、頭きたかなんかして、わさびめちゃくちゃなことやったんだろう。なあ。ひでえ話だよな。もうだいぶ経つだろ、あれ、やってっから。なんでそんなわさび塗ったくってんだよな。潰れてはいないよ。あるよ、店舗は。一回休業っていうか、
には明日みたいだけど、その店舗だけね。よいしょ、寝てください。あんたたち行くわよ、ケビ。でもさ、寿司屋もさ、あ、鳥ちゃんありがとう、まあ、決まった。アザース。寿司屋もさ、だんだんさ、俺が行ってたところがさ、ついに禁煙になっちゃったんだよね。普通の寿司屋が。だからもうあんまりなんか行かなくなったけど、いや時代の流れだからしょうがねえなとは思うけどさ、ねえ、そんなもんですよ。うん、ん？何が終わりねえなの？ああ、いい子決まったな。それはきっと手が出ねえな。